アルカリマンガン乾電池。アルカリ乾電池とは、主に一次電池として使われている乾電池の一種で、正極に二酸化マンガンと黒塩の粉末、不極に亜ン、水酸化カリウムの電解液に塩化アエ塩などが用られている。実での名称は、アルカリマンガン乾電池となっている。アルカリ乾電池は、電解液が水溶液であるため、使用時でなくても亜ンの自己放電と、 水素発生反応が同時に進行する。アルカリ感電池はマイナス極に亜塩分、表面積を増やすことにより反応性を高めるためで、あるプラス極に二酸化マンガンを使用する。亜塩炭素電池、マンガン電池が電解質に塩化アンモニウムや塩化塩を使用するのに対して、アルカリ感電池は電解質に水酸化カリウムを使用する。正極と負極における 化学反応は、円筒形、単1系単6系、積層 9V、3LR12、4LR25、23A、23 4LR44 など、ボタン電池など、各種の形状やサイズの製品が生産されている。マンガン間電池に比べ高いエネルギー密度を持ち、毛沢同様、エレクトロニックフラッシュなど、連続的に大きな電流が流れる。 各種携帯機器に使用されている。内部抵抗が比較的大きいため、デジタルカメラなどのように短時間に大きな電力を消費するような機器には本来向かないものの、エネルギー密度の低いガン間電池では対応できないため、乾電池式のデジタルカメラには通常、アルカリ間電池の使用が指定されている。一方、時計や赤外線リモコンなどのような消費電力の 少ない機器に利用した場合、電池寿命よりも先に使用推奨期限を迎える場合があるので、製品によってはマンガン電池の使用が推奨されていい。日本メーカー製のアルカリ乾電池はほぼマンガン乾電池の上位互換となっており、大抵の用途でマンガン乾電池よりも長寿命を発揮することができる。しかし、その時間は適した用途では5から10倍になるが、 適さない用途では1.5から3倍程度にとどまる。マンガン乾電池が適しているとされていた時計でも、電波時計など多機能な製品については、アルカリ乾電池を指定するものが出ている。従来、アルカリ乾電池に対する短所であった自己放電は大きく改善したこともあり、非常用の備蓄に進めるメーカーも多い。ただ、液漏れという弱点に関しては、 まだ各メーカーとも発展途上の段階である。中には試験において液漏れ率0%を達成した富士通のリモコン用アルカリ電池など本当に液漏れに強いアルカリ電池も出始めたが多くはメーカーのアピールほど強くはなく液漏れの問題は相変わらず克服できていないのが現状である。現在のところ能力においてはリチウム乾電池などが圧倒的に優位であるが コストパフォーマンスで圧倒的にアルカリ電池に有利な上市場での流通量一般消費者への認知度などから一番容易かつ供給の不安のないものとなるとアルカリ電池とならざるを得ないまた大電流を要求する用途でアルカリ感電池の電圧が大きく降下する段階になってもエネルギー密度ではマンガン感電池の半分程度を残しているためミニ四駆や RC カー等のモーター機器で十分な性能が発揮できなくなった個体を時計などに流用して使い切る方法もある。20世紀末から00年代にかけてアルカリ電池より少し高性能なニッケル系一時電池位置付けとしてはリチウム電池とアルカリの間といえるが開発され当時普及中のデジカメを用途の種として広く市販された。しかしながら 初期電圧が少し高く内部抵抗が低いゆえその電圧が機器に直接かかる電圧の効果曲線が異なるため残量検出で不具合の可能がある等の問題があった一般の生産は短期間のうちに縮小終了した1959年アメリカのエバレディバッテリー現エナジャイザーホールディングスが開発その後1964年に 松下電気産業、現、パナソニックで販売も。1963年、昭和38年、マクセル電気工業、現、マクセルホールディングスが国産として初めてアルカリ乾電池を製造。開発元のエナジャイザーホールディングスは現在、エナージャイザーなどの商品名でアルカリ乾電池を販売している。また、デュラセルに生産設備を譲渡し、 2009年3月31日をもって東芝ホームアプライアンス、現東芝ライフスタイルに事業譲と s a が電池の販売は継続される FDK 等から供給。多くのアルカリ感電池は充電することにより蓄電量は上昇する。しかし一般的には充電できるようには設計されておらず、充電することは危険を伴う。液漏れや破裂によって ををしたり機を錆やショートなどで破損させるることにつながる日本メーカーの一次電池は充電禁止を明記している。これは製造物責任運法の制定により、メーカーに事故時の保証が義務付けられているため、回避策として明記しているのである。日本でもアルカリ感電池への充電ができると謳った充電器が販売されていることがあるが、 事故が起こった場合は充電器の販売者と警告を無視した利用者が責任を負うことになる。アルカリ感電池の充電は80%のデューティ比の40から 200Hz のパルス式充電器で充電する。パルス式充電は電解質、水酸化カリウムの漏えいの危険性を減らす。充電時の電流は通常急激なガスの発生による電池の破裂を避ける。 ために極低電流を流す。もし電池が腐食や液漏れなど破損していた場合は廃棄して二度と使用すべきではない。たとえ充電に成功しても、わずかしか容量が回復せず、充電時の膨張によって変形及び強度の低下により液漏れ、破裂しやすくなる。空になった電池は回復しない。放電済みのアルカリ感電池に充電した場合、容器内でガスが発生する。 一般的に容器は密封されているので、高圧に達する。密封が破裂すると水酸化カリウム水溶液を含む、電解液が漏れたりひどい場合破裂する。電池が内圧により膨らむことは危険な兆候である。充電により発熱する。発熱により炎上、破裂により怪我をする場合がある。水酸化カリウムは腐食性で、 目や皮膚に触れると怪我につながり機器内の電池の端子を腐食する。いかなる電池を充電する場合でも保護メガネを着用することが望ましい。電池の材料は土壌汚染等の環境汚染を引き起こすので回収に出すべきである。このため、いくつかの地域では電池の廃棄は違法となっている。アルカリ感電池は放電により内部で化学反応が起こる。 活物質が付き化学反応が起こらなくなると、電池の寿命である。電池により、活物質が異なるため、可逆的な反応と不可逆的な反応の場合がある。多くのアルカリ感電池の反応は、不可逆な反応である、つまり充電できない。充電式のアルカリ電池の第一世代は、カナダのバッテリーテクノロジー社が、ピュアエナジー社、エンバイロセル社、レイオバック社、そして、 グランドセル社にライセンスを与えた。後続の特許と進んだ技術が導入された。炭酸や炭二型等や 9V の零零六 P 型がある。充電式アルカリ電池は、多くのニカド電池や、旧型ニッケル水素電池、エネループが発売される前のものが90日で、自己放電するのに対して、年間にわたって充電を維持する。適切に生産されれば、 充電式アルカリ電池は環境に優しいエネルギー、保管方法である。充電器は充電式アルカリ電池専用であり、一般のアルカリ電池を充電できるわけではない。充電式とそうでないアルカリ電池の組成の主な違いは、材料の組成と充電に適した構造であるか否かである。化学組成の改良なくしては、複数回の充電を維持できない。電池はこれまでのアルカリ電池や、 充電式電池以上の液漏れ対策が施されている。標準的な電池の用途に対応している。テレビのリモコン等低消費電流で長期間使用する用途に適する。内部抵抗の影響により大電流で使用すれば使用時間が著しく短くなる。アルカリ充電池は比較的安く容量が大きいがそれらの充電容量は高電量によって異なる。 実際の使用においては、充電回数、容量、電圧が不安定である。電池によっては、環境汚染物質である水銀やカドミウムが含まれているので廃棄時には注意を要する。しかしながら、2007年8月時点で、ほとんどの日本の会社は、毒物や重金属を含まない池を製造している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。